ポール・スタントン・シー・ウォルドは、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身の、プロ野球選手、ウトウ・ミギウ MLB のシアトル・マリナーズ所属。メディアによっては、セワルドと表記されることもある。2012年の MLB ドラフト従順目で、ニューヨーク・メッツから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 ブルックリン・サイクロンズで、プロデビュー。 16試合に登板して0勝2敗4セーブ、防御率1.88、35奪三振を記録した。2013年は A 級サバンナサンドナッツでプレーし、35試合に登板して3勝2敗、8セーブ、防御率1.77、67奪三振を記録した。2014年は A 級セントルーシーメッツと AA 級ビンガムトンメッツでプレーし、 2球団合計で43試合に登板して5勝1敗11、セーブ、防御率1.92、69奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2015年は A 級ビンガムトンでプレーし、44試合に登板して3勝、0敗24セーブ、防御率1.77。 56奪三振を記録した。また、7月には、カナダのエイジャックスで行われた第17回、パンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出されている。2016年は、トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズでプレーし、56試合に、登板して5勝3敗19セーブ、防御率3.29、80奪三振を記録した。二千十七年は、 開幕をトリプル A 級ラスベガスで迎え、4月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のマイアミマーリンズ戦でメジャーデビュー。5月に最小覚悟はそのまま右のリリーフとしてメジャーに定着し、最終的に57試合に登板して0勝6敗、13ホールド防御率4.55、69奪三振を記録した。 2018年は46試合に登板して0勝7敗、防御率6.07、58奪三振を記録した。2019年5月22日に DF となり、26日にマイナー契約で AA 級シラキュースメッツへ配属された。8月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2020年オフの12月2日にノンテンダー。 FA となった。2021年6月12日のインディアンス戦で自身の早急エラーによりチームはサヨナラ負けとなってしまった。2021年1月8日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル a 級タコマレーニアーズで開幕を迎えた。5月13日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 サイドスローに近いロースリークオーターから投げ込む、速球とスライダーのコンビネーションで、左打者には時折、チェンジアップを交える。ありがとうございます。